戦国武将残酷な晩年五選。戦国武将とは厳しい時代に生きる者。畳の上で無事に生涯を終えた人物がいる一方で、残酷な晩年を迎えた人もいます。今回はそんな残念すぎる最後を迎えた武将をご紹介しましょう。なぜそんな形で一生を終えてしまったのか。そこには運が悪いとは言い切れない理由があったのです。子供に告げ口され命を落としてしまった権力者、細川隆国。戦国時代の初期、京都をはじめ、畿内は騒乱の渦にありました。権力を牛耳っていた細川政元が圧死した後、細川宗家の家督をめぐって養子同士の争いが起こったのです。結果的に勝ち抜いたのが細川隆国でした。隆国は当主の座につくと幕府官僚を担い、大いに権力を振るいます。ところが隆国の政治は時の足利将軍すらないがしろにするもので、周囲の反発を招くことになりました。将軍足利義稙はそんな隆国に我慢ができずに京都を出奔。すると隆国は新たに足利義晴を擁立し、なおも政権を握り続けたのです。ところがそんな隆国もふとしたミスから権力者から転がり落ちてしまいます。残言を信じて重臣を暗殺したことで反対勢力の反乱に遭い、あっけなく近江へ敗走することになりました。しかし隆国も諦めません。享禄3年1530年になると、備前の守護代浦上村宗とともに京都へ向けて進撃を開始したのです。やがて京都を回復した隆国は翌年になると細川晴元が拠点とする堺へ軍を進めました。かねてから阿波の晴元とは敵対しており、ここでどうしても潰す必要があったからです。ところが晴元の重臣三好元長の活躍で戦況は膠着状態となり、摂津で退治するほかなくなりました。やがて3ヶ月が経過する頃、隆国にとって吉報が舞い込んできます。味方の浦上勢を救うべく、播磨の赤松正助が軍勢を率いてきたのです。ただし、正助は全く異なる思いを抱いていました。赤松家はかつて浦上によって播磨の実権を奪われ、正助は実の父を殺されていたのです。浦上に対する恨みは並々ならぬものがありました。現在の兵庫県西宮の山麓に陣を敷いていた正助は、軍勢を率いて駆け降りてきます。もちろん、隆国と村宗は自分たちに合流すると考えていました。ところが、合流するどころか、尼崎付近に陣を構えていた細川浦上勢の背後から襲いかかったのです。思わぬ裏切りに驚いた細川浦上勢は混乱し、そこを三好勢によって突き崩されました。こうなると、戦うどころではなく、あっという間に敗走したのです。混戦の中で浦上村宗は討ち死にし、退路を断たれた隆国も逃げることができず、荒野の亀の中に隠れていたそうです。すると、三好配下の兵たちが探索にやってきました。さて、隆国が逃げ込んだ場所を探しても、その姿はありません。そこで、とある兵が近所の子供に尋ねるのです。なあ、坊や、おじさんが逃げてこなかったかい？しかし、子供は黙ったままです。兵は続けて尋ねました。じゃあ、このウリをあげるから教えてくれないか？すると、子供は黙ったまま、亀の一つを指さしました。哀れ隆国は亀から引きずり出され、尼崎の高徳寺で自害に追い込まれたのです。
子供の告げ口で命を落とした高国ほど哀れなものはありません。酒で酔っ払って船から転落、長尾正景。越後の虎と呼ばれた上杉謙信ですが、若い頃に実の兄長尾春景と家督を争ったことがあります。暗愚な春景に対し、まだ長尾景虎と名乗っていた謙信は、その優れた器量で家臣の支持を得ていました。ちなみに叔父にあたる長尾正景は越後でも実力者だった人物です。正景はあえて春景に味方し、景虎に敵対したといいます。ほどなくして守護上杉貞真が朝廷したことで内乱は回避され、春景が引退することで決着がつきますが、不満を抱く正景は天文19年1550年に謀反を起こし、居城にこもって抵抗を続けたようです。しかし城を景虎によって包囲され、ついに降伏を余儀なくされました。さて、改めて心中した正景は、まるで人が変わったように景虎に仕えました。まさしく重鎮として家臣団の中席となったのです。ところが正景はあっけない最後を迎えました。永禄7年1564年、居城に近い野尻池で船遊びをしていたところ、酒で酔っ払った正景はバランスを崩して転倒し、船があっという間に転覆してしまったのです。泥酔していた正景は溺れ死んでしまい、側近の家臣も命を落としたといいます。ここまでは事故のように思えますが、ほどなくして正景の死について噂が立ちました。正景が謀反を起こすのではないかと危惧した謙信によって暗殺されたというのです。また亡くなった側近の遺骸には刺し傷があったことから、その噂はまことしやかに囁かれたといいます。一説によれば、謙信の側近宇佐美貞光が謀殺したとされ、その不可解な死は現在でも大きな謎になっているとか。ちなみに謙信が亡くなった後、正景の実子である景勝が家督を継ぎました。ただし上杉家の公式史書によれば溺死となっていますから、やはり事故だった可能性は高いかもしれませんね。味方の誤射？それともわざと？無念の死を遂げた武将神保介重。神保介重は越中の神保氏から分かれた家柄で、紀伊守護畠山氏の家臣筋の出身でした。やがて豊臣秀吉の弟秀長が大和と紀伊を領すると配下に加わり、六千石の重臣に取り立てられたとか。その後関ヶ原の戦いでは東軍に属し、一千石の加増を受けています。さて、慶長20年1615年の大阪夏の陣において、300人を率いた助重は水野勝成の軍勢に配属されました。そして5月7日の決戦の日、水野隊は真田信繁の部隊と激闘を繰り広げます。すると豊臣方の明石隊が松平忠直の陣を突き崩すと、水野隊へ向かって突っ込んできました。水野隊は何とか支え切り、神保勢も死力を尽くして奮戦、何とか明石隊を撃退することに成功します。ところがここで思わぬ事態が起こりました。戦い疲れた神保勢が休息していた時、なんと後ろから鉄砲の一斉射撃が襲ってきたのです。もちろん助重はこれはいかなることだと仰天しました。豊臣軍がいる前面からではなく、後方は明らかに味方の陣があります。通常ではありえない事態に驚くのも無理はありません。それでも射撃はやむことなく、死傷者はどんどん増えていきました。そんな時、家臣が助重に報告したのです。
どうやら敵方ではなく味方である伊達の陣から撃っている模様と。顔面蒼白になる助重ですが、ただし思い当たらないこともありません。実は前日、一手の大将である水野勝成は伊達政宗に再三攻撃要請を繰り返していました。ところが政宗は弾薬の不足、あるいは死傷者の多さを理由に拒否していたのです。これには勝成も反発し、伊達勢との間で一触即発になるほどでした。つまり政宗は水野に深い恨みを抱いていたのです。とはいえ、水野隊を射撃すれば大問題になるのは当然の話でしょう。そこで水野の与力である神保勢へ鉄砲を放つことで腹の虫を収めようとしたのです。しかし、助重にとってはたまったものではありません。やがて助重が銃弾を受けて亡くなり、300人の神保勢はほぼ全滅しました。戦いが終わった後、生き残った神保家の家臣らが水野や本田正純を通じて抗議の声を上げたといいます。しかし政宗は開き直るかのようにこう言ってのけました。味方を撃ったのは間違いない。とはいえ、味方が下がってきたときは、敵もろとも撃たねば友倒れになるに違いない。ゆえに、伊達の軍法には敵味方の区別などない。政宗の言葉に神保家が抗議したのは間違いありませんが、伊達家は60万石の大名、片や神保家は7000石の旗本に過ぎません。結果的に幕府は伊達家に忖度してしまい、その裁定はうやむやになってしまいました。それでも助重の後継ぎ重明は家を見事に再興させ、秀忠家光に仕えて重用されたといいます。あっけない最後を迎えた織田家の宿老佐久間信盛。佐久間信盛といえば、信長の父、信秀の代から仕えてきた最古参の宿老です。信長がまだ尾張の一部しか領していない頃から活躍し、軒佐久間と異名を取るほどの先行者でした。また、合戦で先行を挙げる一方で、内政や外交の手腕も確かだったようです。京都をはじめ、畿内の行政を担ったり、あるいは敵対する家臣同士を和解させることもあったとか。そんな有能な人物でありながら、時には失敗をやらかすこともあったようです。例えば天正元年1573年の織田城攻めでは、信盛が朝倉軍の追撃を怠ったことで信長が激怒。すると信盛は余計な一言を口にしてしまったのです。そうはおっしゃいますが、我々ほど優秀な家臣をお持ちにはなれないでしょう。場の空気を読まない発言は、信長の怒りをさらに増幅させました。信盛の所領をすべて没収すると申し渡すも、その場の家臣たちが取りなしたことで、厳罰だけは免れたそうです。また、前年に起こった三方ヶ原の戦いでは、徳川家の援軍に赴きながら、ろくな働きもしなかったことで、信長から叱責を受けていました。そうした積み重ねが、信盛の命運を決定づけたのです。石山本願寺を屈服させた直後、信盛に対して19箇条に及ぶ折檻状が突きつけられました。いわば、宿老でありながら、立場に甘んじ、他の家臣に比べて、さしたる働きがないと弾劾されたのです。そして最後の一文にはこう書かれてありました。ちゃんと働けないなら親子ともども頭を丸め、高野山へ入った上で許しを請うべきである。事実上の追放宣言とも取れますが、もし信盛が誠心誠意信長に許しを請えば撤回されたかもしれません。また、信長にしても信盛が奮起するようわざと
強い言葉で特例したという説もあります。しかし信盛と嫡男信秀は躊躇なく剃髪した上で高野山へ入ろうとしました。ところが高野山はかねてから信長と不和であり、良い感情を抱いていません。佐久間親子は高野山へ行くことができないまま熊野を目指したといいます。もはや付き従う家臣もほとんどいなくなり、二人は憔悴するばかりだったとか。信盛は当時としては老齢ですから、山歩きは相当こたえたのでしょう。ほどなくして体調を崩してしまいました。そんな時、父の身を案じる信秀は、地元の者から温泉があることを耳にします。せめて湯治させてやりたいと温泉へ向かったのでした。さて、温泉があるのは崖のはるか下です。信盛は慎重に歩き出しますが、やはり体が相当弱っていたのでしょう。思わず足を滑らせてしまいました。あっという間に転落した信盛は、地面に体を打ちつけられ、帰らぬ人となってしまいます。かつて一世を風靡した武将のあっけない最後でした。そして今でも信盛の墓は、温泉のそばにあるそうです。行き倒れになった名門大名、伊藤義助。鎌倉時代以来、日向、現在の宮崎県を領した名門大名が伊藤家です。やがて戦国時代に義助の代になると、薩摩の島津義久らを圧倒し、南九州では最強の大名となりました。しかし義助は猛勇であるとともに、あまり政治に関心を持たなかったようです。次第に怠惰な生活にうつつを抜かすようになり、家臣の諫言にすら耳を貸さなくなってしまいます。またお気に入りの家臣ばかりを側近に取り立て、ますます政治は乱れていきました。そんな中、島津義久は密かに逆襲の機会を狙っていたようです。義久の弟義弘が木崎丸での激戦を制したことで、ここから伊藤家の崩壊は始まりました。やがて島津勢は日向各地で伊藤方の城を奪い取り、伊藤側の家臣たちが続々と寝返っていきます。そして島津の矛先はいよいよ義助の本拠である佐土原に迫ってきました。もはや日向を守ることはできないと悟った義助は、とうとう豊後の大友宗麟を頼って落ち延びていったのです。しかし島津の勢いは日増しに強くなるばかりで、頼みの大友勢が耳川の戦いで完敗。しかも伊藤家を救援するための合戦ですから、義助への風当たりは次第に強くなっていきました。とうとう居づらくなった義助は豊後を離れて伊予の河野家を頼りました。しかしそこでも生活は困窮を極め、酒造りをして暮らしの足しにしたといいます。やがて義助に朗報が舞い込んできました。実は織田家の重臣羽柴秀吉の下で木幌衆を務める伊藤長実という者がいて、日向の伊藤家とは先祖が同じだというのです。その縁で仕官してみないかという誘いでした。喜んだ義助は早速播磨へ向かい、嫡男助隆が秀吉の与力として仕えるようになります。ほっとした義助はその後は播磨で腰を落ち着けることになりました。それからしばらくすると義助は西国各地をめぐって旅することを思い立ちました。ただ老人が一人旅では安心できません。助隆は黒木宗右衛門という家臣を友としてつけたそうです。ただし義助は山口まで来たところで友の煩わしさを感じてしまい、黒木を置いたまま一人旅を続けました。それが運命の分かれ目になってしまうのです。
旅をしている途中で病に侵された義助は、仕方なく堺にある伊藤屋敷へ戻ることを決意しました。ところが病はますます重くなり、ついに船中で危篤に陥ってしまいます。すると船を侮っていた船頭は途端に面倒くさくなりました。しょうがない、あそこの浜へじいさんを捨てていこう。哀れ、重体の義助は浜辺に捨て置かれ、そのまま放置されてしまったのです。その後伊藤家に知らせる者がいたらしく、ようやく発見された義助は伊藤屋敷へ運び込まれました。手厚い看護を受けた義助ですが、その甲斐なく亡くなってしまいます。まさか人生の最後で生き倒れるなど思ってもみなかったことでしょう。